ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか。メモリアフレーズ。埃りをかぶってる表紙をめくったら、モノクロームな世界広がってく。名もなき英雄は風に吹かれながら、街を見下ろす丘に出やがったな。パジャマパーティーだ。見捨てられない。その方向、ここでツイールと知れ。ファイヤーボルト。これが私だ。行きますよ。僕だって。笑顔を咲かせよう。君と僕の絆の勝利だぜ。あ、来たの。また来た。団長の背中が遠い。よろしくお願いします。次は何を作ろうかと案を練っていたところです。これも何かの縁でしょう。最近体がなまってるんだよね。冒険者嬉しいね。アルゴノート君って英雄譚詳しいんだね。私の知らない。ありがとう。やられたらきっちり落とし前つけに行きな。武器の安売りはしないわよ。あれは子供たちの血と武器を打ってあげましょうか。18階層にとどまってて。18階。僕の仲間は。すいません。エルフ、リリー。大丈夫。二人ともリベリアたちが治療してくれたから。はあ、よかった。ありがとうございます。助けていただいて、本当に。うん。もう動けそう。私たちの団長に連絡するように言われてるから、一緒に来て。はい。
冒険行ってみよう。どうしたの？少し寄り道する？その方向、ここでついえると知れ。ミリだって。笑顔を咲かせよう。ここはセーフティーポイントだけど、私たちと同じようにモンスターも入ってくるから気をつけて。その方向、ここでついえると知れ。女神らしくね。笑顔を咲かせよう。うわっ、出たな。パジャマパーティーだ。でい！くっ！ズズるぞ、我が英雄にし。英雄アルゴノートは勝利の栄光を手にした。しないでくれよ。出やがったな。僕がそばにいるよ。見捨てられない。出やがったな。負けさせないよ。見捨てられない。笑顔を咲かせよう。出たな。僕がそばにいるよ。これが私だ。ここには夜がやってくる。冒険者たちは迷宮の楽園、アンダーリゾートって呼んでる。君と僕の絆の勝利だぜ。気合い入れていきや。出やがったな。男子禁制だぞ。やばいぞ。これが私だ。これが私だ。ファイヤーボルト。出たな。僕も手伝うよ。
見捨てられない。出たな。僕も手伝うよ。反撃開始です。これが私だ。譲るぞ我が英雄日誌。英雄アルゴノートは勝利の栄光を手にした。この度は助けていただいて本当にありがとうございました。事情は分かった。君たちを客人としてもてなそう。実は仲間が何人かモンスターに厄介な毒をもらってしまってね。今足の速い者が地上へ解毒薬を取りに行ってる。薬が届くまで僕らはここに滞在する予定さ。すいません本当に何から何までありがとうございます。どこだここは。メルさんも。リリー、ベルフ、大丈夫？僕のことわかる？リリがベル様のお顔をわからないだなんてことありえません。リリスケのヘラズ口が聞こえるようなら俺も問題ないな。申し訳ありません、ベル様。すっかり足を引っ張ったな。悪い。そんなことないよ。リリがいなかったら18階層まで降りるなんて考えられなかったし、ベルフがいなかったらきっとヘルハンドに丸焼きにされてた。二人のおかげでパーティー全員がいたから、だから生き残れたんだよ。だな。誰か一人欠けてもダメだったですね。君と僕の絆の勝利だぜ。このバカが勝手に言ってるだけだから。ねえねえ、どうしたらアビリティオール S にできるの？油断は禁物です。出やがったな。嫌な気配を感じるぞ。てぇ！リリだって。反撃開始です。笑顔を咲かせよう。
ら！反撃開始です。これが私だ。すまん、行きますよ。僕も手伝うよ。見捨てられない。すずるぞ我が英雄にし、英雄アルゴノートは勝利の栄光を手にした。その方向、ここでついえると知れ。ダンス人生だぞ。反撃開始です。笑顔を咲かせよう。さあファイヤーボルト。ありがとうございます。くそ。反撃開始です。ファイヤーボルト。さあ続るぞ我が英雄にし、英雄アルゴノートは勝利の栄光を手にした。ベルク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 神様。本物かい？神様。よかった。心配かけてごめんなさい。様はリミたちのために怪我をなさって安静にしてないとダメなんです。うわバレンの逃がし、なぜ君までここに。クラネルさん無事でしたか。リュウさん、君がベルクラネルかい。はい。そうか、君が。ああ、会いたかったよ。俺の名はヘルメス。どうかお見知りおきを。ありがとうございます。なーに、親友のヘスティアのためさ。それに、感謝なら俺以外の子たちにしてやってくれ。彼らのおかげでここまで来れたんだ。なっ！僕の絆の勝利だぜ。私の友人になっていただけますか。無理しちゃダメだぜみんな。出たな。僕だって見捨てられない。さあ行きますよ。パジャマパーティー。ファイヤーボルト。笑顔を咲かせよう。くっ、さあ
俺が私だ。出たな。僕も手伝うよ。笑顔を咲かせた。綴るぞ我が英雄日誌。英雄アルゴノートは勝利の栄光を手にした。申し訳ありませんでした。そんな、やめてください。いくら謝られても簡単には許せません。リリたちは死にかけたのですから。ああ、そうすっぱり割り切れるものじゃない。本当に、ごめんなさい。リリ殿たちのお怒りはごもっともです。いくらでも糾弾してください。責めるなら俺を責めろ。あれは俺が出した指示だ。俺は今でも、あの指示が間違っていたとは思っていない。それをよく俺たちの前で口にできるな、大男。僕ももしリリやベルフの仲間の命がかかっていたとしたら、同じことをしたかもしれません。ベル様がそうおっしゃるなら。割り切ってはやる。だが納得はしないからな。ああ、それで十分だ。君と僕の絆の勝利だぜ。無理しちゃダメだぜ、みんな。出たな。嫌な気配を感じるぞ。ファイヤーボルト。ファイヤーボルト。反撃開始です。これが私だ。出やがったな。僕も手伝うよ。笑顔を咲かせる。見捨てられない。リリだって。しゃ。綴るぞ我が英雄日誌。英雄アルゴノートは勝利の栄光を手にした。その方向、ここでついえると知れ。男子禁制だぞ。ファイヤーボルト。これが私だ。ルッ。反撃開始です。感謝感激だ。ファイヤーボルト。それじゃ今後の予定について話し合おう。アスフィー。まず地上への帰還ですが、我々はルキファミリアがゴライアスを倒した後に出発します。そして彼らが移動を再開するのは早くても2日後だそうです。つまり1日は暇がある。せっかくだし明日はゆっくりしようじゃないか。ヘファイストスから君への預かり物さ。伝言もある。君と僕の絆の勝利だぜ。
無理しちゃダメだぜ、みんな。なんだか眠れないや。ちょっと散歩でもしよった。行きますよ。僕も手伝うよ。ファイアボルト、ゲガを咲かせよう。くそ、反撃開始です。見捨てられない。その方向、ここで告げると知れ。ね、ファイアボルト。ありがとうございます。これが私だ。うっ、ファイアボルト、見捨てられない。その方向、ここで告げると知れ。僕とそばにいるよ。ファイアボルト、すするぞ我が英雄日誌。英雄アルゴノートは勝利の栄光を手にした。ここがダンジョンだなんて。どうしたの？ん？そう。あの、アイズさんはどうしてここに？君が歩いていくのが見えて、ちょっと心配だったから。出発はいつ？アイズさんたちの後です。明日は一日ゆっくりしようってことになって。そう。じゃあ町を見るの。え、ダンジョンに町があるんですか？明日行ってみる。ぜひ。町ね。水臭いじゃないか、ベル君。行くなら真っ先に僕を誘ってくれないと。僕とベル君の仲じゃないか！ごめんなさい！というわけでバレンナギガシ君、僕の許可なく抜け駆けするんじゃない！デートの約束なんて絶対許さないぞ！デート？違う！誤解ですってば、神様！君と僕の絆の勝利だぜ！僕を一人にしないでくれよ。そろそろテントに帰らないと。出たな。男子禁制だぞ。反撃開始です。すまない。笑顔を咲かせよう。その方向、ここでついえると知れ。男子禁制だぞ。ファイアボルト、笑顔を咲かせよう。それ、すずるぞ
我が英雄にし、英雄アルゴノートは勝利の栄光を手にした。みんな行こう。僕も手伝うよ。見捨てられない。ありがとうございます。反撃開始です。見捨てられない。これでそれ、ありがとうございます。譲るぞ我が英雄にし、英雄アルゴノートは勝利の栄光を手にした。俺は二度と魔剣は打ちません。そう、今はそれでもいいわ。でも大切なものを得た時、きっとあなたはその力を使わなかったことを後悔する。意地と仲間を計りにかけるのはやめなさい。ちくしょう。君と僕の絆の勝利だぜ。というわけで、これで6人のプロフェッショナルが揃った。これで私の野望も夢物語ではなくなったわ。礼を言わせてちょうだい、みんな。無理やり参加させておいて、よく言う。所属も職業もバラバラのメンツ。正直どうして集められたのか、よくわからない。あとそろそろ、その黒眼鏡が何なのか説明を。ノリよ、突っ込んではダメ。イエスマーム、サーイエスサー、オーイエー。お前もすでに洗脳されているんじゃない。それでデメテル様、どうして私たちを集めたの？そろそろ教えてくれない？そうね、では話しましょう。カジノパラディッソは知ってる？最近歓楽街に開業したっていう、あの最新鋭の設備とかを歌い文句にしてるっていう。ええ、そこに極秘裏に潜入したいの。本気で言ってる？あそこは設備だけじゃなく警備もやばいと聞くけど。そもそもなぜカジノに潜り込むのでしょう？まさかカジノの金庫狙いとか。以前大負けでもして。狙うのはそんなチャチなものじゃないわ。今度
そこでちょっとした催しがあるの。おお、ようこそおいでくださいました、女神様。ずいぶん盛況のようね。おかげさまで。ですが、開業間もないためか、物見湯さんのお客様も多く。我々といたしましては、高級を売りにするという考えのもと。要は、格が欲しいということね。迷宮都市に、いえ、世界にその名が轟くフレイヤ様のご贔屓に預かれれば、それこそ格に申し分なく。つきましては、近日この最上階の VIP ルームで催されるお得意様だけの宴にぜひご参加をお願いできると。フレイヤ様を刺激する腹積もりか。とんでもない。お願い申し上げてるだけで、もちろん最上級のおもてなしで警備も万全です。おったる、あまり困らせないであげて。以前この子のお店では私も随分遊ばせてもらったから。は、それでは。構わないわ、たまにはこういうのも。ありがとうございます。ではこちらを、当日の通行証代わりにもなりますので。指輪？当店が総力を挙げて手に入れた宝石、女神の涙をあしらったものにございます。あまたの女神の涙を固めて作られたという一品で、神時代以前、とある女王国の流星と共にあったと。本当に客寄せっぽい話。まあいいけれど。では当日は何卒よろしくお願いいたします。よろしいのですか。私を広告と扱いされるのは、別に私自身はそう思っていないけれど。それに何も言わなくともあなたたちが警備につくんでしょう。ここがオラリオで一番安全な場所になる。退屈をね、極めすぎているの。あの子はクエストでしばらく帰ってきてくれないし。本当にせめてもの退屈しのぎよ。というわけで、VIP でフレイヤが呼ばれて、警備にはフレイヤファミリアがつくの。もうこの時点で嫌な予感。右に同じニャ。まさか目的とは。そう、私たちの狙いはフレイヤよ。降りる。絶対に降りるニャ。命がいくらあっても足りないニャ。私たちごと血を這うアリがラスボスに挑むなんて無理。ミヤハ様が私の気持ちに気づくくらいありえない。それは卑下しすぎですナーダ殿。というかそれでは自分と武見和地様も同じということに。私たちと連中がいざこざを起こせば、ロキファミリアとの抗争、ひいては都市の最終戦争になりかねん。辞退させてもらう。ノーマーム、さあノーサー、おいえ。待って、落ち着きなさい。誰もフレイヤたちに喧嘩を売るなんて言ってないわ。にゃ、他に目的があるってことにゃ。他に目的があっても、フレイヤファミリアがいる時点で
もういろいろやばい。デメテル様、何をするおつもりなのですか？ええ、私たちの真の目的はフレイヤを誘拐することよ。降りる。冒険行ってみよう。行きますよ。パジャマパーティーだ。出たな。僕も手伝うよ。これが私だ。出たな。僕も手伝うよ。さあ。君と僕の絆の勝利だぜ。おのおの油断なさらないよ。行きますよ。僕だって。その方向、ここでツイルと知れ。ファイヤーボルト。見捨てられない。パジャマパーティーだ。ファイヤーボルト。これが私だ。君と僕の絆の勝利だぜ。装備に抜かりはないな。気をつけてください。男子禁制だぞ。
お気をつけていってらっしゃいませ。胸が熱くなるね。僕だって。反撃開始です。うらっ。反撃開始です。見捨てられない。うっ。感謝感激。ファイヤーボルト。反撃開始です。笑顔を咲かせよう。僕を一人にしないでくれよ。騒がしい冒険者どもめ、奴らの息遣いは今も昔も変わらない。ああうるさい。ヘドが出るほど煩わしい。どうしてお前らは黙っていられない。地上の空だけで満足してればいいものを、この雑音を皆殺しにしなければやまないか。ならば死ね。私が赤く汚してやる。物言わぬ屍と化せば少しは愛してやれるだろう。さあ蹂躙してやる。気をつけろ。女神らしくね。さあ蹂躙してやる。おとなしくしている。ファイヤーボルト。反撃開始です。
捨てられない。終わりだ。ゆっくり進んでください。いらっしゃいませ。来てくれたんですね。にゃー、ご予約のお客様、ご来店にゃにょ。テンペスト。このお客様、ご来店にゃ。にゃ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 。しゃあ、本気出すわよ。やるじゃねえか、リトルルーキー。にゃにゃ、ふざけろ。どうせいつもとやることは変わらねえ。ぶっ殺す。にょにょ、僕が君を勝たせてやる。勝たせてみせる。
いらっしゃいませ。何かご入用でしょうか。何が欲しいのかしら。整備はこまめにね。これで新品同然ね。クリアしたクエストの報酬が受け取れるよ。ここではクエストに挑戦できるよ。ここではクエストに挑戦できるよ。